はい、どうも、今回紹介するのは不死身のサイです。なんでこれをモデル化したのかは分かりません。多分ね、サンマルプリウスと HS、レクサスの HS をキット化した流れで作ったんじゃないかなと思います。多分ね、サンマルプリウスがメインだったと思うんですよ。で、そこで、じゃあプラットフォームっていうか、まあ一緒にしちゃえいいんじゃないっていうことで、制作したのがこのキットなんじゃないかなと思います。あ、そうだ。これね、このね、最終試作品を組み立てしました。一応ね、パッと見にはね、なかなか良さげに感じます。で、実写画像のやるパーツは付属いたしません。これね、まあいいや、中見てこう。よいしょ。中はこんな感じです。一応ね、まあこれも金型としては新しい方の金型なので、窓ガラスもね、このように、まあ段差がなるべくなくなるような形でモールドされてます。多分ですけど、このスポイラーの部分ね、リップとは言えないと思いますけど、ここの部分も一体成形しちゃってるな、これ。感じ的にですよ。感じ的にそんな感じがします。まあ、言うて、そんなに悪くないよなーっていうのは個人的な意見です。もちろんね、多分不死身トラップはあると思いますよ。内装はこのようにバスタブ内装で、相変わらずの、ドア内張りのモールドはちょっと寂しいです。ただ、パワーウィンドウスイッチのモールドはね、なぜか助手席にも4席分あったりはしますけど、それ以外は、それなりにチャットしてるかなっていうのが印象です。個人的な印象です。メッキパーツもまあ結構考えられて、ゲートがついてるところとか見えるので、まあいいんじゃないでしょうか。一応隠れるところにゲートが来るようになってます。なんで不死身はこれを、でね、不死身ってね、本当にね、正直作ってもこれ人気ねえだろ、人気出ねえだろみたいなキットがね、なかなかに、そういう中に結構なかなか素敵なね、キットが入ってる、素敵なキットが紛れてるっていうのがね、不死身の独特というか。で、これ HS250 も共通なので、このランナーとこよく見ると、HS250H っていうふうに、あ、250H までは入ってない。HS250 っていう、あれが入ってます。裏側も、結構ね、変態的なモールドなんですよね。あ、これちゃんとサイと HS250 で作ったんだ。ごめんなさい。勘違いしてました。ここのね、写真のところにね、サイと HS250 って書いたから。なぜこれを作ったのかな？プリウスで、プリウス作るんだったらハイブリッドカーも作ろうかみたいな流れなのかわかんないですけど。で、相変わらず当てにならない窓枠マスキングと。これはね、自分個人的にはすごく作りたいやつなんですよ。作ってみたいなと思ってるはいるんですけど、ただね、まあうち完成品基本的には売るようにしてるのであれなんですけど、で、こうやってまあ、プリウスの時もそうだったんですけど、こういうふうにね、実写のね、ここはこういうふうですよとか、これはこういうものですよとかっていうのはね、あ、書いてないわ。書いてないわ。書いてなかった。プリウスだと、ここら辺に、この、ハイブリッドのどのコーナーどういう風です、こういう風ですってことが書いてあるんですけど、これには書いてないな。トヨタハイブリッドはこういう風ですとか、いうのが書いてあるんですけど、これは書いてないですね。本革巻き、木目調ステアリングホイールとか、そういうのは書いてありますけど、あ、でも書いてある。衝撃吸収フロントバッパー構造。結構力入ってるんですよね。なので、
惜しいな。こういうのをね、富士見ってこう、なんだろう。もっと例えば人気の出そうな車種で作ると、富士見の印象ってだいぶ変わるのにな、なんていうことは思ったりします。これはね、ちょっとね、ぜひとも組んでみたいと思ってます。で、この辺の車って、正直花がないっちゃ花がないんですよね。例えば、すごいこう、パワーがあるとかいうわけでもなく、で、サンマルプリウスみたいに、もうものすごい勢いで売れてるとか、そういうこともなくっていう風なんですけど、このね、純正フレアロで、純正フレアロで18インチ、19インチぐらいのスポーク系ホイールを履かせるとね、で、ちょっと車高落とすとね、結構実車かっこいいんですよ。なので、まあ、でもご自宅に差異がある方って言って、これを見てる人のどれぐらいの割合で差異があるかわかんないですけど、一応こういうキットも富士見は出してますんで、こういうキット、こういうね、ちょっとね、なんでこれをモデル化したのっていうやつは結構いいキットが多いのが個人的な意見です。富士見の中では。なのでまあよかったらやってみてください。ちなみにこれ定価2800円です。もうちょっと安かったらよかったのにゃーっていうのが本音です。でもまあ、まあいいんじゃないですか。このスポイラーとかをね、ちゃんとね、別体で再現してくれてたりしたら、まあ第印象も違ったのかな。ってことは思います。というわけで今回紹介させていただいたのは、富士見のトヨタサイ G でした。ご視聴いただきありがとうございました。